あ、いやいや、今急に一気40人ぐらい来た。ちょっとびっくりした。どうも。しは。じゃあ、こんにちは。皆さん、どうも、ゆりこたいがです。今日は YouTube ですか？そうだね。今日は珍しくて YouTube です。こんにちは。電車雪。雪電車。雪車。髪の色は素敵ですね。ありがとう。嬉しい。これが言われるのは一番好きんですもん。LINE です。あ、そっか。ごめんなさい。全然。全然違う読み方したな。マコトンと読みます。マンコ。マンコ。すげえ、やっぱり漢字難しいよね、皆さん。イタリア語もそんなに上手じゃなかったし、で、英語も好きでも、やっぱり上手じゃ苦手だったから、先生はね、この前久しぶりに会ったら、どうやって日本語覚えたのって聞かれたんですよ。すごくない？私。頭、ほんと頭悪いと思う。おお、やった。すぐこれで始まったらいいかも。これですぐキラが見えると思うけど。見えるキラだったらいいな。たまにね、見えないキラもいるからさ、ほんと怖い。あ、でも誰が今、日本に住んだら勝手に頭に入るとか？どうかな？でも、いろんな外国人ってさ、ここってさ、10年とか15年に住んでも全然日本語話せない人もいるじゃん。そう、だから多分、愛のキムチだと思うんですよ。あ、向こうか！隣はうるせえ。なんでその人の目の前にされるんだもん、本当に。なんだよ。とりあえず、これが。No, non ci sono armi, tu puoi solo scappare dal killer. Aggiustare le cose e cercare di scappare, perché sennò non si apre il portone. Come ne inventa, rego, adesso mi sta. E paf! ああ、嘘、そこにいるんだ。とりあえずここから。お。ああ、やっぱり待ってるよね。やだ、このキーラー。やだ、そのね、そのやり方ずるいんだもん、本当に。ここにデッドバイデイライト、パック、あ、バグね。どこにされ、うっそー、マジ下かよ、うっそー、もう死んだかよ。いや、絶対この人ってさ、絶対レベル低い子だよね。ちょっと待って、これで勝つのは難しいんだもん。うっそー。とりあえずこれでフェイクな感じでちょっとやってみよう。ここは危ないけどね。うっそ。ぬぬぬぬぬぬぬ。ここに来ないで。ゆりこさんはパワーモンスの人なのに、コメントが広がってくれるのは嬉しいね。私は有名人かな、そんなにするって自分で持ってないんですけどね。ありがとう。全然。普通だと思うよ。これされるきついですね。アツシさん、その通りですもん。ピエロ、ピッと顔を大きくしてくれ。大きくしてくれ。顔？こんな？うっそ、目の前だ。ああ、やだな、これ。やだな。ずーっと。彼らたちの目の前にいて、殺される前までにされるよね。このキラはね、嫌だな。昔のキラみたいんだね。
かわいい。初めて見てます。リヒロさん、はじめまして。かわいい。ありがとう。くん。こっちに来て、こっちに来て。ほーい。そこから離れてくれないな。もう一人がいないと難しいんだの、これ。早くしてこっちに来てください。っていうか、まだ夢中の中だね、完全に。助け上げられないじゃん、本当に完全に。助け上げられないね、完全に。うっそ、ずっとそっち見てるよね。うっせえな、本当に。うっせえな。うっせえな。もう一人がいないと、一人でできないよ、これ。無理だ。うっそー。これでできないじゃん。あい、いったよ。できた、できた。うわー、マジで難しいな、これ。本当にこのキラみたいは本当本当嫌だ、本当嫌だよ。うわん、なあ、殺されたじゃん。うっそー、やだこれ。このキラが強いですね。いや、強いよりがずるい。これが、だいたいプレイヤー、キラが弱いんだけど、やり方ね、ちょっとずるい方。ニエンテ。ニエンテ。アドレナリンが今使える？使えると思う。でもなんでここに下にいたの？これが勝ってないね。勝ってなさそうね。あと2個ぐらいがあるなんですけど、バレないようにってな感じだよね。バレたらもう完全に離れないから、そうだね。くっそ、うそ、うそ、うそ。こうだな。あんまりキラがいないところに進んだ方がいい。うっそこれね、夢の中は結構きつい。きついよ。キラがいたら全然わからない。じゃあ、リアクションが花？ん？リアクションが、ちょっと待って、この感じが花？バッチ逃げよ。確かにね、実は、あるんですよ、逃げられるところが。ただ、簡単に見つからられないね。うっす。OK。 嘘。あ、逃げられてるからか。あ、目につけた。あ、これがこうしたら多分大丈夫です。本当に難しいようですね。遠くからでも、そうですね、遠くからでも怖い。でももう無理んだもん、無理んだもんね。無理なんだろうね、これで。二人で無理んだよ。で、ずっとバレた！うっそ！ああ！おい！おい！うっそー！やだもん、お前！ああ！痴漢かよ！逃げて！今！
いや、無理だな。たぶん、emergency exit。come si dice bottle in giapponese? Io non ho ancora capito cosa servono i totem. A fare le maledizioni. Cazzo! Scusate. Itaso! Yuriko-san, 逃げて。優しかったね。私はめっちゃ優しい方だよ。優しい本だけど、このゲームがマジで難しいな。特に、いい相手が。嘘！嘘、近いだ。うわぁ。キーラ優しい。いや、全然優しい。私は優しい方だよ。メーガー覚えた。あっ！なんで！ああ！嘘ー！全然できなかったもん。怒るときありますか？男かでどんな言葉を使いますか？やっぱりカツオだったよね。完全に。君、助けてよー。な、嘘やだー。下はやだー。絶対殺される。絶対殺される。絶対殺される。ああ、このキラはね、嫌だねー。ずーっとここに。そう、この時はね、トラウマビート。終わりの始まりだよな。これやってみようかな。でもやっぱりないからやってみよう。無理だったな。殺す前に遊ぼうぜ。めっちゃ痛そう。ほんと痛いよ。でも多分助けてくれないな。あのキラがね、こっちはずっと動かないからさ、多分無理だと思う。最低だよな。やっぱり友達と遊んだ方がいいやな、このゲームだと。でもこのキラがいると次はね、難しいんですよ。すげえ高いレベルじゃないと。いや、多分無理だから殺さ、殺す、自分が。七殺だったな、完全に。残念！りょうさん、キャンパー。キャンプしてる、キャンプ、キャンプしてるかよ。怖いゲーム、結構怖いね。誰か一緒に遊んでくれたらいいのにな。ポイントは？まあ2番目だから。まあまあみんなすぐ。でも、なんだろうね。